同志社対立命館学費対決。あんまり僕、学費興味なかったんですけど、どうも最近ですね、私立大学の学費、ずいぶん高いんじゃないかという、まあ、関心が湧いていきまして、私が大学に入ったのが1996年ですから、かれこれ30年経とうとしてますので、まあ、当時の感覚でいちゃいけないだろうということで、今回は同志社対立命館にしました。まず、初年度納入金対決なんですが、 まあ、パッと見て思ったのは立命館高いな。昔はなんか安い大学で売り出してた気がするんですけど、現状ですね、まあこれは文系なんですけど、同志社の場合、1年生で113万4千円から5千円ぐらいというところが多いです、えー。心理とグローバルコミュニケーションが高いですが、意外なことに、グローバル地域文化学部は一番安い。なんか人文系ってお金かかるイメージあったんですけどね。 で、えー、立命の方なんですけど、文学部が140万8800円。産業社会、高いですね。143万8600円。社会学ってなんか、文学部とそう変わらん感じがしたんですが、というか、同志社と立命で、社会学部の初年度納入金が30万円も違う、えー。法、経済、経営系は比較的安いんですが、それでも同志社より10万円ほど高くなっています。政策科学も30万円高い。心理 心理やっぱりどこも学費高くなる傾向があるんですが、初年度納入金149万、えー、国際関係155万、グローバル教養学部に至っては、えー、同志社の2倍かかります。250万円ということで、立命館の初年度納入金、学費が非常に高い。正直高いと、えー。これは驚きました。自分の子が行きたいと言ったら、1回はためらってしまいそうです。続いて2年生からの学費ですね。 同社大学の2、3、4年生の学費、一見安いかと思ったんですよ。1年生の授業料が76万3000円で、入学金は2年生からはいりませんからね。ところがですね、同社の2年生からの授業料も96万3000円。つまり、入学金毎年払ってるのと変わらないということで、この、 2年生以降の授業料が96万3000円に、1年生の授業料よりも20万円高いんですね。文系の4年生って、これだけ払って、うーんって感じですけど、えー、さらに、教育充実費が16万3000円加わってますので、初年度納入金が113万なのに、2年生、3年生、4年生になっても113万かかるということが分かりまして、同志者は別に安くない、えー。ということで、 1>, 1年生から4年生まで毎年113万かかる上に、心理は131万、グローバルコミューは126万かかりますよということで、えー、決して同志社も安くないです。はい。全部でまあ500万ぐらいかかっちゃう感じですね。これでさらに京都の街の中に下宿するということで、2年生になっても安くない。えー、一方の立命館なんですけど、 やっぱり文学部と産業社会非常に高いですね。2年生以降123万円台と。で、法、経済、経営は若干同社より安いです。で、政策科学は高い。心理も高い。国際関係はもっと高い。グローバル教養は毎年230万取るということで、まあ4年間トータルとかは計算しませんが、えー、一言で言うとこの立命館と同社の学費高い対決なんですけど、結論から言うとどっちも高いです。 正直、まあ、しょうがないんですけどね、受かったら払うでしょうし、行かざるを得ませんもんね。で、これ、文系でこれですけど、ご存知の通り、理工系だと160万、170万、180万コースでございまして、どうしてもですね、まあ、理工学部に170万払うんだったら、国立大学だったら53万じゃん、ということで、えー、福井県の人あたりがですね、福井大学や福井県立大学行ってくれと、親が言う気持ち、わからんでもないという状況でございます。